この景色そのものが、うん、まあ、エネルギーをいただけるというか、特にこの町はこの杉の緑、黒ですね、それと雪の白さというのはこれはちょっと都会ではないので、確かにね、まあ、冬もいいです。ですね、うん、だから、まあ、あのこの景色がもう作れないテーマパークみたいになってますもんね。